ちは、あかちゃんです。今日はパッキングしていきたいと思います。2泊3日キャンピングカー生活をするんですけど、長期泊になるので、今回はパッキングしたいと思います。最近スーツケース買ったんですよ。アメリカに行きたいっていうので。ほら、こちらです。じゃじゃーん。アメリカ用で1週間用のスーツケースになるんですけど、ちょっとスーツケースに入れるのも慣れたいっていうので、これを持っていきたいかなと思います。まあ荷物もね、多くなると思うので、これでいきたいと思います。それでは早速、パッキングしていきましょう。チャックだったんですよね。ちなみに前使ってたスーツケースは、タイヤに石が詰まってたみたいで、知らなくてそのまま引きずってたら、タイヤがすり減って、回らなくなっちゃって、石が詰まっちゃったのが原因で、使えなくなっちゃうっていう悲しい事件が起きたんですけど、今回買ったスーツケースね、めっちゃ可愛くない？黄色と青色、僕が好きな色合いで可愛いなと思いました。よし、詰めていくよ。何から詰めればいいのかな？いつも思うんだけど、スーツケースをね、ここ使いこなせてないんですよね。どっちに何を入れるかだよね。これタイプか、こういう Y 字の紐、撮影とかもたくさんするので、機材系あるので、まず服を3日分準備しましょう。3日分の服。全然いい服がない。可愛いズボン。これのズボンはお気に入りなので、これと、この黄色のパーカーも、オフ会の時着たんですけど、最近のお気に入りですね。この黄色のパーカーにさ、このカラフルなズボン、合わせるのがめっちゃ可愛くて好きなんです。こういう服装。可愛くない？でもね、下のやつは寝巻きなんですけど、でも可愛いので着てます。パーカーで脱ぎ着できるから、1日目この服装で行こう。だから入れなくていいんだ、1日目の服は。で、2日目以降、このさっきのお気に入りのズボンと、服がない！洗濯結構溜まってる。キャンプで寒いからセーター持っていきます。セーター服。これもお気に入りのセーター、古着でーす。あとは、もっとないかな。あと1個が服。また緑のセーターだけど、これでいいかな？緑のやつ。これも結構お気に入りですよね。緑が多くなっちゃうけど、まあ山に行ったりもするから、緑もいっか。僕は上を選んだ後に合うズボンを探すので、これには多分このズボンの組み合わせですね、これ。このセーターには柄だから柄のないやつがいたよね。これにします。ちょっと楽着だけど。これで2日分できたし、で、これ初日で、パーカーの下に着る白シャツと、これにしよう。1枚でも着れる、ちょっと袖の長めのシャツですね。外に行くので、まあ紫外線とかもあるので短すぎずこれぐらいがいいかなと思います。お母さんが作った服です。ミツバチが可愛いのでお気に入りです。帽子とか結構被るし、外なので、この服装を見て合う帽子。まあ今被ってる帽子はこの緑のやつに合うし、セーターの時はまあ帽子被らないかな。で、これの時は白い帽子。この組み合わせがね、本当に可愛いんです。まあキャンプなのでこの帽子も持っていきましょう。これもあれば間違いないでしょう、キャンプは。それで、あとは靴だよね。青色の靴1個必要だなと思ったので、初日はこういう黄色系なので、この靴を履いて合わせるんですけど、2日目以降はこの青色のスニーカー履きたいと思います。まあ、キャンプとかなので汚れたりもするので、ビニール袋に入れときます。多分、泥だらけとかにもなっちゃうからね。あと必要なものが、寝巻き。まあ、シャツがね、2枚ぐらい。あとは、夜寒くなるかもしれないので、モコモコのフリース？ユニクロで買ったんですけど、これすごくあったかいからこれと、で、あとは、パンツと、靴下。初日は黄色系なので、黄色の靴下と、あとまあ、青色のやつと、可愛いやつ。よし！あとは、水着がいるそうですね。アウトドアで川遊びとかもするので、海パンとラッシュガード。あとは、ケア系かな？日焼け止めとか、化粧水乳液。この中には、歯磨きのものとか入れてます。僕がよく使う歯磨きはこちらです。じゃじゃーん。お出かけとかではこのね、ハリボーのプニプニの歯磨きを。あとはリップクリームです。あとは絆創膏と、まあ、一応ハンカチ。ってことはタオルも必要かな、タオル。多分乾かすことできないと思うので、捨てる用のもうボロボロのタオルを1個持っていこう。で、OK かな？バックインバックします、これ。このバッグはカメラバッグなのでカメラを入れよう。で、外で撮影とかに行く場合はこれで行こう。ここによく使うカメラ。今撮影してるやつじゃない。サブのカメラとバッテリー類と GoPro も入れよう。すべてのバッテリーと GoPro のバッテリーもね、忘れずに。で、カメラをここにしまって。あとパソコン関係も全部ここに入れとこう。パソコンの充電器と、あと三脚とかね、GoPro のとか。AirPods 絶対忘れられないから。パソコンと SD カードとカードリーダーとかそ
ういう系もね入れて、あとちっちゃいバッグは空っぽなんですけど、これも持っていきます。ほんとちょっとした時の出先で便利なので、薄いのでほらこれも入れていこう。だからバッグ入れて、で大きいバッグはパソコンとかカメラが入ってるので上の層に入れる。ゴミ袋2つぐらいも入れて、あ、上着ですね。上着は絶対に必要になるので上着系持っていきましょう。これは僕がよく着てる上着ですね。こういうちょっとあったかめの上着と、痛い、これは僕が最近お気に入りの上着です。まあ、これはちょっと薄めに切れていい感じですね。じゃあこれと、そうこれ使いたかった、これ最近ユニクロで買いました、キャンプグッズです。すごくちっちゃいんですけど、袋から出すと、はい、じゃじゃーん、これを切ると、これはなんとカッパになります。なんかミニオンカラーで可愛くない？山の中は結構天候も変わりやすいので、このカッパと、あとはまあ折りたたみの傘も1個入れときましょう。これで結構いい感じでしょ、らしくなってきたんじゃないかな。で、閉まれば OK だね。はっ、うわっ、たったの2泊3日なのに1週間分でのスーツケースでパンパンになっちゃった。やっぱ撮影系だけで半分ぐらい閉めちゃってるからね。ってことはアメリカ行く時ちょっとヤバめかもしんないね。 OK、 よいしょ、ふぅ、完成。では重さを測ってみましょう。どれぐらいの重さだろう。16キロです。では紹介します。オープン、よいしょ、はい、こんな感じです。まあここにさっきのパソコンとか機材系でカメラとかも入ってたり、でまあ上着の下のここは空っぽのバッグですね。これはで、あとは雨具とかもちゃんと入れてて、寒くなった時の上着で片面は終了です。でもう片面は簡単な美容グッズと絆創膏とかタオルとかハンカチとかゴミ袋とか磨きとかリップとかを開けると、これ寝巻きとかが入ってて、あと帽子、ズボン2日分ですね。1日目2日目。あと水着と靴ですね。これは靴が入ってます。というかなりシンプルな感じにできました。初めてのパッキング動画になりましたが、いかがでしたでしょうか ?2 泊3日だけでこのパンパン具合ね、結構やばいかなって思う。アメリカに行くときはカメラもメインカメラ持っていくし、照明もたくさん持っていくし、三脚も持っていくし、さらに機材が増えるので、かなり不安になってきますね。僕はもっと1週間用じゃなくて、もっともっと大きいスーツケースが必要なのかな。だからまあスーツケースプラスリュックで担いでアメリカって感じになっちゃうかもしれないですね。っていう感じです。アメリカももしかしたらね、またもっと本格的なパッキング、今回はもう一瞬で適当にやったパッキングなんですけど、やるかもしれないので、そちらもぜひ楽しみにしててください。そして2泊3日のキャンピングカーの旅なんですけど、僕のチャンネルで動画は撮る時間とか良さそうな企画が思いつけばカメラ回したいなと、一応カメラは持ってってるので思ってます。っていう感じでパッキング動画でした。バイバーイ。